私を学校に行かせようとしたんですけど、その後、いろいろあって、最終的には家にいさせることに決めたそうです。それは、天命のバルキリーを尊敬しているからです。たまたま父の荷物を漁っていた時に天命のファイルを見つけて、それで勝手に彼女たちに連絡したんです。自分でもどうしてあんなことをしたのかわからないんです。まさかそれが私の入隊のきっかけになるなんて。一員になれたのは、私の人生の中で最も幸せなことです。ですが、皆さん、とても優秀なので。私が天命に加入することにずっと反対してたんです。はい、そうです。私が外に出るのを最初は喜んでいたんですが、
でも私が天命の対崩壊招待に入ると言ったら心配し始めたんです。二人とも大崩壊の後の復興作業を担っていて、崩壊がもたらした影響をよく知っていましたから。でも私が最後まで譲らなかったので、二人は最終的には受け入れてくれました。私があそこまで自分の意見を突き通す、私が初めて家を出て職場に馴染めるか食事に慣れることができるかいつも心配していました。ニュースで何かが報じられるたびに、私じゃないかって。今でも二人を心配させていますが、でもしっかりとしていればいつか理解してもらえると思っています。両親はやりたいことがあるのなら思い切ってやれとよく言っていました。以前の私にはそんな勇気はなくて、対崩壊招待に加入することは私の長年の夢で、私が18歳になってから初めてした一大決心でもあります。だから私は諦めません。私の行動で両親の不安を取り除き、二人の誇りになれるように頑張ります。ありがとうございます、先輩。先輩、なんか用でもあるん？警戒を緩めないでください、隊員。戦場に到着。戻ってきました。そんなに長くいたわけではありませんが、なんだか久しぶりな気がします。そうだね、基地生活にも慣れたし、僕はもうフォースワンを第二の家だと思ってるよ。大げさや、キャンプに来とるわけやないんやから。若者たち、興奮しているのはわかりますが、スタート地点に戻っただけですよ。隊長の言う通りです。すみません。うん、確かに
まだリラックスしていい時じゃないよな。ブローニャ隊長、急いで本部に連絡しましょう。そうや、セントフォンテーヌの中心部に戻ったなら崩壊エネルギー通信も使えるやろ。そのようですね。テレサ司教からの連絡が届いています。ほんまに？セントフォンテーヌの状況はまだ不明ですから、警戒を緩めないでください。ひとまずテレサ司教と通信を行います。親友？セントフォンテーヌの黒幕の技術力は反則レベルよ。空間をめちゃくちゃにするだけやなくて、入り口を隠したり、一方通行の出入り口に変えたり。できることなん？もしかしたら本当に違うのかもね。やっぱり宇宙人なんですか？ティミドちゃんってば、あのタロット怪物を平気で蹴り飛ばせるのに宇宙人はダメなんだ。私、宇宙人みたいなぬるぬるとした触手や小さな手足、それから瞳孔のない大きな目が大の苦手なんです。その宇宙人に対するイメージはどこから来てるの？承知しました。現場の状況をもとに判断します。すべきことはしたまでです、テレサ司教。フォースワンでの出来事や正門に関する話をテレサ司教に報告しました。テレサ司教は今回の任務を重要視していて、脅威レベルを引き上げました。その指示のもと、他の招待ももうすぐこちらに到着します。よかったです。やっと援軍が来るんだね。ブローニャ隊長、あの、そうや、メイ隊長は無事なん？天命の医療技術は高いし、もう治せたはずやろ。安心してください。それもテレサ司教に確認しました。メイ隊長は治療を受け、危険を脱しましたよ。うこれで親友も安心できただろう。よかったですね、キャロルさん。うん。次は悪いお知らせです。第二招待が到着した時と比べて、セントフォンテーヌの状況にまた変化がありました。こちらに来てください。巨大な赤い結晶体ですか？しかも一箇所だけじゃない。うちらが見たものよりもずっと大きい。ブローナ隊長、これは一体何やの？具体的な状況は現場スタッフと直接確認するようにとテレサ司教に言われました。え、もう新しい戦力が到着したってこと？おそらく合流地点の座標を送ってくれるとテレサ司教が。あ、もう届きました。あ、
座標の場所にあるこの識別コードは021ライデン？嘘！ほんまに？ちょっと一人で行かないでくれよ！ええ、急いで追いましょう。了解。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。戦場に。なるほど、ここを臨時拠点にしたのね。カウンターとソファーまであるなんて結構いい感じじゃない？キャロル、見間違いじゃないわ。本当に私よ。そんなに確認しなくてもいいから。隊長、無事でほんまによかった。キャロル。アテンマ城でキャロルはメイ姉さんと彼を守ってくれました。だからこそ第二小隊は二人を救出できたのです。いやいや、うちは雑魚を倒しただけや。先輩が命がけであのデカブツを倒してくれへんかったら、うちは。隊長？キャロル、それにあなたも。よく頑張ったわね。ちゃんと守れなくてごめんなさい。首にあるその痕跡。なるほど。月の輪が人化試練による侵食を抑えてくれたのね。隊長も月の輪を装備したん？そうよ。司教様は任務の脅威レベルを引き上げた後に物資もちゃんと補給してくれたの。そうだ、キャロル、予備用の武器を持ってきたわよ。え？ほんまに？隊長、純枕が壊れたって知ってたん？そんなわけないでしょ。万が一のために持ってきたんだけど、役に立ったみたいでよかったわ。メイ姉さんは相変わらず気配り上手ですね。隊長、物資の整理が終わりました。メイ隊長が補給物資を持ってきてくれて本当に助かったよ。フォースワンで調達した物資だけだとそろそろ限界だったんだ。ご苦労様です。セントフォンテーヌに戻った後、もう臨時基地には戻らないかもしれません。みんなも準備を完璧にしておいてください。それと月の輪に関して、アインシュタイン博士とテスラ博士からメッセージが届きました。
みんながフォースワンで戦った時のデータは無事本部に送られたわ。データを分析した後、月の輪の隠しモードがアクティブ化できるようになるそうよ。テスラ博士はそう呼んでいますが、正式名称は理想的限界領域です。簡単に言うと、低核出力を突破したモードで崩壊エネルギーの変換効率が大幅に上がります。それ最高じゃない？どうすればその隠しモードをアクティブ化できるんだ？問題はそこよ。博士曰く、重要な計算が足りないからまだ私たちの意思でアクティブ化させることはできない。みんながデータをアップロードし続けたら、まぐれでアクティブ化できるかもしれないわね。確率は 0.0000001% だけど。博士はそう言ってたわ。そんなん、あってもないのと同じやん。とにかく、一応覚えておきましょう。さあ、そろそろ整備を始めてください。はい、隊長。メイ姉さん、少しお話ししてもいいですか？え？もちろんよ。久しぶりにブローニャちゃんに会えたし、私もお話ししたいと思っていたの。じゃあカウンターの方に行きましょう。気になる？気になるで。ブローニャ隊長とメイ隊長が目の前にいる。本物だ。先輩、見て、新しい純枕や。これでやっとみんなと戦えるで。そうや、新しい純枕に縁起のええ名前をつけなあかん。純枕5号にするわ。簡単な号とちゃうで。 V、 勝利の意味や。一緒にいたからか、もう人見知りしなくなったんです。皆さん、隊長、先輩、それからライルさん、キャロルさんにいろいろ助けてもらいましたし、一緒にいてもそんなに緊張せずに済むと思い、それにメイ隊長に変な子だって思われたくありませんから。とにかく今後もよろしくお願いします、先輩。やあ、親友、やっとフォースワンを出られるね。実を言うと、ここ結構気に入ってるんだ。景色はいいし、
気候も快適、さらに海も見えるなんて、ここ以上にいい場所があると思う？僕が引退したら、こういう場所で老後の生活を過ごしたいんだ。僕の幼馴染のクレアと一緒にね。戦う前に縁起の悪いことを言うなって？そんなの僕は信じないよ。安心して。みんなの背中は僕が守るから。メイ姉さん、怪我は本当に大丈夫ですか？本当に大丈夫よ。何？メイ姉様が信用できないというの？違います。ただ、隊員、メイ隊長と作戦の話をしているので、盗み聞きはやめてください。
ブローニャ、戦場に到着しました。急ぎましょう。行動開始。正直に言うと、戦闘は開発より楽ですね。0019、偵察ユニットの状態を確認。警戒を維持。戦場は職場と同じです。次の001。正直に言うと、戦闘は開発より楽ですね。偵察小隊の情報によると、今のセントフォンテーヌの状況は以前とはまた少し違うの。
以前は外部から何の問題もなくセントフォンテーヌに入ることができたけど、出るときはサード駅という唯一の出口を経由するしかなかった。だけど今セントフォンテーヌの見えないバリアは双方向性のものになっていて、外部からは入れなくなってしまったわ。それってつい最近起こったことですよね。その通り。今までは増援部隊を派遣できたけど、この変化があったせいで他の小隊や後方のサポートスタッフはセントフォンテーヌに入れなくなった。じゃあ私たちは孤立無援ってことですか？焦らないで。偵察小隊はもう一つ情報をくれたわ。バリアの性質に変化があったのと同時に、セントフォンテーヌ都市部に巨大な交渉が複数現れた。それらの交渉は今までのものよりもずっと大きく、さらに交渉を守るかのように構築体怪物がその周りを巡回してるそうよ。怪しすぎるやん。キャロル、あなたの考えを聞かせて。うん、その交渉が現れたからバリアの性質が変わったんとちゃうん？ええ、私もそう考えてるわ。もし本当にそうだとしたら、交渉はバリアにエネルギーを提供するための供給装置の可能性が高いですね。つまり、ええ、ただの推測だけどね。何せ敵の技術の原理は解明されてないから。あ、そんなん口を割るまで殴ればええんやろ。ライル、巨大結晶の位置を確認できますか？もう確認してるよ。ここで確認できるのは中央広場と少し離れた先にあるもの、その二つだけだね。それ以外は見えないな。まさか町中を探さなあかんの？あの、月の輪で交渉を探すことはできないのでしょうか？月の輪で？あ、はい。ライデン、メイだ。あのメイ隊長が私と話してる。違うんです。交渉には少量の崩壊エネルギーがありますから。なるほど。月の輪は崩壊エネルギーの識別と変換が可能な分、その位置を割り出すこともできます。通常の崩壊エネルギー探知機より効果も高いですしね。それなら簡単だよ。セントフォンテーヌにある巨大交渉の位置を割り出し壊せばいいんだ。ええ、そうすれば安心して支援を待ち、何の心配もなくアテーマ城に入れるわね。ブローニャちゃん、指示をお願い。私は代理隊長です。ここは正式な隊長であるメイ姉さんが指示を出してください。私たち別に形式にこだわる必要なんてなかったわね。それもそうですね。正式な隊長とはいえ、私はまだ復帰したばかりだから、
知ってる情報は限られてるわ。では、巨大交渉の破壊は二人で指揮を取りましょう。フォースワンで入手した情報に関することなら、私が説明します。意義はないわ。協力し合って、互いの足りないところを補いましょう。昔のようにね。もちろん、隊員のみんなも、いつでも考えを共有していいから。はい、隊長。はい。ふむふむ。これがフラットな組織ってやつ？気に入った。ライルは適度に口数を減らしていいですから。さあ、行動を始めましょう。対崩壊第2第3小隊、これよりセントフォンテーヌ内の巨大交渉の位置探知および破壊任務を開始する。行動開始。巨大交渉を見つけたわ。あそこよ。カズン、やっぱり怪物が見張ってるんですね。急いで倒しましょう。なんと戦えるんやな。めっちゃ我慢してたんよ。新春枕、出撃や。全力で戦う。の怪物は全部倒れた。今だ。隊長から任された任務、ちゃんとクリアしなきゃ。今行きます。全部倒しました。交渉を破壊できますね。了解。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。
は前にも歩いたような、気のせいか。敵は私たちのやりやすさなんて考えてくれないもの。イカロスコアの木、あと少しや。わかった、この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。了解。厄介な奴が来よったで。待って、月の輪の分析によると、この大物とその周りにある交渉の間にエネルギーの共生関係がある。運動訳してくれへん。え、そのつまりこの大型構築物を倒せば交渉も同時に破壊されるってことでしょうか。その通りよ。正解してよかった。
ルティメットブレイド完全解放。任務の資料は全て頭に入っている。わかった。了解。わかった。了解。わかった。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。
急に出てきたデカブツたちはなんなん？ほんまに邪魔やわ。ん？待って、ええこと思いついて。こちらの勝ちだ。巨大交渉の崩壊エネルギー反応は全部消失。任務完了です。あとはアテンマ城に入るだけね。その前にシシワン大橋に行って、バリアの機能が無効になったかテレサ司教に確認しましょう。わかった。この道は前にも歩いたような、気のせいか。任務の資料は全て頭に入っている。素材習得了解。私は前にも歩いたような、気のせいか。わかった。テレサ司教に確認しました。外部からセントフォンテーヌに入ることが可能になりました。作戦目標クリアです。ブローニャちゃんと隊員たちのおかげね。メイ姉さん、ブローニャ隊長がちょっと困ってる。ほう、これは珍しい瞬間だね。では他の招待が到着するまでここで待機しましょう。明らかにすごい何かが起こってる。しかも絶対にいいことじゃない気がするよ。
マ城内部から大量の崩壊エネルギー反応を検出。今までセントフォンテーヌ内で検出した数値よりもずっと高くなっています。あ、思い出したで。うちらが天魔城であのデカブツと戦った後、建物が光を放つようになったんや。でもそんなに強くなかったで。アテンマ城の中の敵、天井の人が何を企んでるかは分かりませんが、その計画はすでに次の段階に入っている可能性があります。でも、もうすぐ援軍が来るって主教様が。そうだよ、そのためにわざわざ巨大交渉を壊したんだろ。そやけど。キャロル、何か考えがあるなら言ってみて。はい、確かに敵には正門があることを忘れたらあかん。増援を待ってもええけど、もしあの仮面男や天井の人が正門の力を使ったら。敵もうちらの増援よりもずっと早く助けを呼べるで。確かにキャロルの話も一理あるね。そもそもアテンマ城が急に光り出すこと自体、どうやら第2第3小隊が先に中へ入って偵察する必要があるようですね。幸い中に入るのも初めてじゃない。それに今は倍ぐらいの戦力があるわ。みんなもこの決定に同意ということでいいですか？安心してや、隊長。神聖チュンマクラ5号、今度こそ活躍するで。まだそんなに時間が経ってないのに、みんな頼もしくなったわね。善は急げ。直ちに出発しましょう。了解。城への階段を登ったはずやのに、なんで下に落ちたん？おそらく見えない正門でしょう。以前私たちが魔城から撤退した時と同じように。つながってない空間を接続する技術のことね。それでここはどこかしら。見たことのない空間です。正門の中にあった異空間の可能性はないのでしょうか？ああ、キャロルと遭遇した時のあれ？いいえ、ここはアテンマ城の内部だと思うわ。ええ、月の輪によると、セントフォンテーヌで最大級の崩壊エネルギーの源は私たちの下にある。つまりここは紛れもなくアテンマ城の内部よ。わざと私たちを迎え入れたということですか？敵は余裕があるみたいですね、メイ姉さん。彼らはきっと後悔することになるわ。もちろんです。ついてきて、隊員たち。第二、第三小隊、
これよりアテンマ城内部の捜索を開始します。はい。これが大崩壊の中で生き残った英雄のオーラな。安心するというか、思わずビクッとなるというか。やっぱり元バルキリーは最高。魔城の内部は想像していたよりもずっと広いね。以前第三小隊が戦った場所もその一角だったのかもしれないわね。これほど巨大な建物、一体どうやって気づかれずに空中に作ったのでしょう。天井の人とやらには天命にもない技術があるんやな。あの正門もそうや。まさかほんまに宇宙人とちゃうん。行動開始。急ぎましょう。行動開始。やっぱりここにも構築体怪物がいるんだね。うちの手はもう熱くなってきたで。ここで会ったのが運の月や、タロットたち。あら、あの子戦闘は面倒だって言ってたのに。ハンツン、ずっと後方でサポートしていたので耐えきれなくなったのでしょう。単純な子ですが嫌いではありません。私終わらせるときに押し付けて、こちらの勝ちだ。収束モード0019。隊長の命令だ。いつでも駆けつけるよ。了解。パワー全開。
道は間違ってないよね。ん？あれは？天魔城最深部への道が何かに塞がれとるみたいや。ふん、さすが悪い奴らの根城やな。簡単には通さへんつもりや。この構想をまずは近づいてみましょう。阿天魔城、この建物はどう見ても人間が作ったものにしか見えません。それもそうか。本当に宇宙人が作ったものだったら、ここの構造はもっと不可解な感じになるんじゃない？ブローネちゃん、何を考えてるの？これほど質量の大きいもの、その原材料はどこから来たんでしょう。もし資材を現地で調達したとしても、この都市のどこかに同じ体積の空洞が存在するはずです。うん、でもセントフォンテーヌに巨大な空洞なんてなかったで。もしくはフォースワンエリアと同じように隠されたと。その可能性もあります。私たちがまだ気づいていないだけで。ふっ、チャージ完成。覚醒する。あなたの戦闘テクニックは独特なのね。チームの大勝利。そろそろこの戦闘。あなたが得意とする作戦距離は私に比較的近いから、なるべく合わせるようにするわ。いえいえ、その。ティミダはキャパオーバーしとる。それより隊長、うちのことも褒めて。そうね、キャロルも頑張ったわね。ティミド隊員と交換してみるのはどうかしら。お断りします。隊長ひどい。ライルでしたら問題ありません。001
ントブレイド完全解放。試練をクリアしろってわけね。このやり方は天上の人というより彼らしいわ。え？行動開始。Yes!
シュミットブレイド完全解放。魔杖の他に崩壊エネルギー反応が高い個体がこの先にいる。ようやく姿を見せる気になったようですね。天井の人は警戒を強めてください。敵はこの先にいます。はい。承知した。行動開始。急ぎましょう。0019、偵察ユニットの状態を確認。正直に言うと、戦闘は開発より楽ですね。0019、偵察ユニットの状態を確認。正直に言うと、戦闘は開発より楽ですね。警戒を維持。戦場は職場と同じです。バイクがあればいいんですが。ようこそ、招かれざる客たちよ。おや、人数が増えたようだ。
この声。ええ、確かに夫アポカリプスの声です。え、夫？それは店名の前の大司教の名前とちゃうの？でも夫司教は数年前に。夫アポカリプス、懐かしい名前だね。誰もが彼の名前を口にして、誰もが彼のことを忘れられない。だけど、あなたは彼じゃない。彼だなんてありえないわ。誰であろうと、あなたへの質問はたくさんあります。ああ、もちろんだ。君たちの聞きたいことならわかってるよ。僕は誰だ？天井の人とは何者なんだい？奴らはこのセントフォンテーヌで何をするつもりなのだろうか。そして、僕は何をするつもりなのか。それほど多いってわけでもないね。あら、時間が省けるわね。では質問に答えてもらえないかしら。だが今さらその答えを知ったところで、未来に何の影響も与えられないだろう。それは私たちが判断します。はあ、何も知らない君たちがどう判断するというんだい。星の扉はもうすぐ開く。天井の人の降臨は止められないよ。ここで君たちを迎え入れたのは、あくまで主としてもてなそうと思っただけだ。座るといい。ゆっくり話をしながら、共に世界の変革を迎えようではないか。そういう答えは求めてません。どうかね。さすがは旧世代の英雄たちだ。もし僕が恐怖という感覚を体験できるなら、君たちの勢いに驚いて震えていたかもしれないな。それなら別の答えを君たちに与えよう。そう、大多数の質問を解決できる答えをね。ああ、こういう時は悪党らしいセリフを言った方がいいだろうか。君たちは天井の人に勝てない。ここで倒れるがいい。さて、遺産で魔城にやってきた。大丈夫です。頑張れ。アルティメットブレイド完全解放。了解。隊長、艦長、艦長、フッフッフする。
鍵の精度が落ち始めてる。どうやら君たちがこの体に与えた魔紋は予想よりもずっと多いようだね。皮肉だが、より多くの崩壊エネルギーが必要だ。ライデン・メイ、君にそれほどの力が残っていたとは驚いたよ。まさか同じ技で私と戦おうとするなんて。その方が驚いたんだけど。この一撃は私の隊員に手を出したことのお返しよ。隊長。僕を倒したところで何も変わらないさ。言ったはずだ。君たちは何も止められない。その姿も、あの人とそっくりね。彼が用意した玉鋼の体の一つでしょ。あなたはオットーじゃない。なのにさっきの戦闘で、あなたは疑似神の鍵を使用した。それに、あの金色の箱。あなたの正体が分かった気がするわ。あなたはオットーと共に、この世界を去ったと思っていました。虚空蛮書。どうやら、一つ目の答えを見つけたようだね。本当にあなたなのね。では、ついでに他の質問の答えも話してもらいましょうか。いいだろう。言ったように、それは僕の計画に何の影響もない。君たちがここまで必死に戦ったことに敬意を表する代わりに教えてあげよう。天井の人は一体何者なの？もしくは何の組織？君たちもなんとなく分かっていただろう？この時代に天命ですら把握していない技術を持つ組織なんて存在すると思うのかい？少なくともこの星には存在しないさ。それって、つまり。本当かよ。天井の人は、宇宙から来た文明ってこと？正解から来た狩人、略奪者、星食い。彼らに関する呼び名は様々だが、この閉塞的な星ではあまり知られていない。彼らは一つの銀河から別の銀河に移動し、あらゆるエネルギーを奪う。いかなるエネルギーであっても貪欲に奪おうとする。その銀河を食い尽くすまで彼らは獅子のように狩りをし、ハイエナのように貪る。そして次の目標に向かい、死んだ星だけを残す。彼らをここにおびき寄せることが、いいアイディアだと思ってるんですか？どうしてそんなことを？あなたに人類を敵に回す理由はない。あなただって崩壊を駆逐したいはず。いいえ、そのために生まれた存在よ。その通り。僕は崩壊を地球から遠ざけるために行動したんだ。天井の人をここに降臨させるのもその目的のためさ。
僕が言ったように天上の人はエネルギーを追う狩人だ。どんな形のエネルギーであってもね。まさか見た目と口調だけじゃなくて周りを顧みない狂気すら彼を真似ようとしているの。僕もオットーのように自分の欲望に正直になりたいよ。だが僕は生まれてから選択する余地がない。何の音ですか？これは僕の死を予告する判決であり、収穫の始まりを意味する角笛だ。ようやくステージに上がる気になったのかい、ルケニ。ルケニ、天上の人。口数が多すぎる僕が嫌になったのかい、それとも君にいろいろ教えた結果猜疑心を覚えさせてしまったのだろうか。はたまた僕の中にあるわずかな崩壊の力を見逃したくないのかい。いやそれはないな。何しろ露のような僕と比べて君の存在は底が見えない深淵そのものだ。はあ、かつての律者、それに若い生徒たち、忠告しよう。ここから離れるんだ。ルケには君たちが理解し挑戦できるような相手じゃない。深淵を覗こうとするな、僕のようになるぞ。僕の使命と呪いはここで終わる。彼、正門に消えてしまいました。奴の仲間、あのルケニとやらに助けられた？助けられた？むしろ正門に粉々にされたんじゃ。なんや、アテンマ城が揺れています。おい、崩れるとか言わないでくれよ。まずはここを出るわよ。ですが、出口がありません。嘘だろ。じゃあ入り口を…違う、正門に送られてきたんだから入り口なんてないよ。うちら、ここに閉じ込められた？そうでもありません。親友？冗談だよな？な？それはいくらなんでも。時間がない。他に選択肢はないわ。私とメイ隊長が先陣を切ります。隊員、しんがりをお願いします。
聞いてるぜ。親友、お願いしたいことがあるんだけど。形も大事かなって思っただけさ。君は僕の頼み事をこと前にアテンマ城で偵察した時に異常な怪物を発見したかもしれない。よく見えなかったんだ。あの時黒い影が僕の目の前を通って一瞬で消えてなくなった。ありえないよ。この街には僕たち以外はだからティミトちゃんと一緒にこの件を調べてくる。ブローニャ、戦場に到着しました。刺激的なことに挑戦する。まだ任務中です。集中してください。戦場に到着しました。はい、大丈夫か？
正体の先輩はとても頼もしい。うん、私も頑張らなきゃ。親友、見たかい？こんな場所で走り回れるのは鳥なんかじゃないと思うけど、あれが当時の僕が見た目標だって確信できるよ。飛べる怪物。記録されたデータによると、そこまでのスピードは出ないはずだよね。まさか記録に間違いが？怪物データのまとめ作業は君の担当だったよね、親友。確かに、セントフォンテーヌの怪物は進化しますから、こんなに早い個体が現れるのもわかります。もしあの怪物に追いつけたら、どういうことか明らかにできるよね。僕はそいつを空から落とすように手伝うよ。君たちが先にそいつに追いつくことが前提だけど。それと狙撃銃の射程には限りがある。怪物が遠くに行き過ぎると狙えなくなるから、急いで追いかけた方がいい。親友、ティミトちゃん、頼んだよ。はい、今行きます。親友、ティミトちゃん、状況はどう？まだ直接捕獲することはできないみたいです。距離がありすぎて弾一発だけじゃそいつの行動能力を奪えないんだ。でももう逃げられなくなったはずだから、あとは君たちに任せたよ。はい。策的に集中してください。貫通。覚醒する。
怪物でしたね。とても早かったです。もし乗り物として使えたらきっと便利だろうな。乗ってみたい。あ、いい。ただこの怪物はすごく変わってて、図鑑に記録されていない特徴をたくさん持ってるんだなって思っただけです。とにかくまずはライルさんと交流しましょう。彼がいたからこの怪物を地上に落とすことができましたから。僕たちのコンビネーションを見せてやろう。僕の弾はどうだったかな、親友。距離があったから空中から落とすだけで精一杯だったけどね。そういえばこんなに速い悪魔は初めて。同じ種類の怪物なのにどうしてこんなに差があるんでしょうか。その言い方は君らしいね。その理屈だと君も僕たちの中の変種かな。冗談だよ。でも仲間と比べて僕らにも自分たちにしかない特徴があるだろ。例えば親友の崩壊エネルギー適応性とか、ティミドちゃんの腕力に独特な移動方法とか。違い。それはティミドちゃんのいいところだよ。僕の正確な射撃と同じようにね。今までやってこられたのはみんなの力があったからだよ。ありがとうございます。でも変異個体が現れたということは他にも変異したやつがいるかもしれない。今後の戦闘はもっと気をつけないといけないね。もしかしたらより危険な怪物はすでにこの町に誕生しているのかもしれない。ええ、まずは情報を共有しておきましょう。わかった。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。バランスをキープしないと。了解。わかった。了解。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。バランスをキープしないと。わかった。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。了解。みんな気をつけて。ここの配置、かなり危険よ。メイ隊長の言う通りだ。踏み外したくなかったら、構造の変化に気をつけよう。わかった。慎重に進むで。上の先輩は、とても頼もしい。
ブローニャ、戦場に到着しました。急ぎましょう。行動開始。これは困ったな。チャラ男どないしたん？
この正門内の足場はほとんど空中に便乗するのもありかもしれないね。
私がの勝ちだ。隊長の命令ならいつでも駆けつけるよ。行動せせせ、貫通アルチメットブレイド完全解放。こちらの勝ちだ。
やあ、親友。警戒を緩めないでください、隊員。あなただったのね。今までの怪物のデータを分析した結果、それらの進化は一定ではないことが判明したわ。新たに進化した怪物の中で一部のものの能力はかなり特殊で、もしかしたら利用できるかもしれない。え？参考？ええ、その通りね。動かせる構築物もいるとは、私も驚いたわ。ええ、私もその点が気になってたわ。単に乗り物というより、船場の代わりといった方が正しいかもしれないわね。乗れるだけでなく、それを操って攻撃させることもできる。それの使い方に慣れれば、戦闘もかなり楽になると思う。だから、これからの戦闘では、なるべく怪物に乗って戦ってみてほしい。これも一つの試練になるわ。ブローニャ、戦場に到着しました。
行動開始。机上の練習に向いているようね。この怪物も乗れるんですか？ゲームでも現実でもこういう機構には何度も乗りました。ですが機構タイプの構築体怪物は今まで見たことのないデザインですね。まずはコックピットを探した方が。見た目は違うけど、構築物だから飛行とは違うのよ。私たちはもう試したけど、他の怪物への乗り方は皇帝にも通用したわ。つまり、ほんまにこのデカ物に乗れるん？え、月の輪を使えばそれもできるわ。かっこよすぎるやん。破壊力だった。
能力には自信があります。うん、はい、隊長、今行きます。落ちないよね。戦場に到着しました。はい、どいてください。機動力に間違い、正門の構造だと奥まで探索したい場合は工夫しないといけないみたいね。大丈夫や。ちゃんと考えたら、きっと前に。キャロルの言う通りね。安心して隊長。ここはうちに任せてや。
ならいい。
アルティミットブレイド完全解放。戦場に到着しました。急ぎましょう。隊長から任された任務ちゃんとクリアしなきゃ。ブローニャ、戦場に到着しました。ブローニャ、戦場に到着しました。ふっ、行動開始。ふっ、ふっ、ふっ、索敵に集中してください。羊ちゃんや。
相手は怪物だよ。ペットみたいな呼び方はやめてよ。隊長、こいつで練習せえへん？隊長も言うたやろ？怪物の乗り方を覚えたら、うちらの戦闘効率も上がるって。今回のキャロルは、ちゃんと私の話を聞いてくれたみたい。うちはもう昔のうちとちゃうで。またスルーされた。親友、君は僕と同じことを考えてるよね。おい、君まで僕をスルーするのか？先輩、またえらいこと言うとるな。さて、雑談はここまでにして、まずは敵に乗る方法を考えましょう。うちに任せて、隊長。うちが一発殴れば、子羊ちゃんもおとなしく言うことを聞いてくれると思うで。キャロル、一人で何とかしようとしないで。覚えておきなさい。私たちはチームなの。はい、隊長。わっでは、動きましょう。加勢する。全部で戦う。乗るといろいろ便利やな。一匹飼えたらええのに。キャロル、今はまだ任務中よ。え、隊長？ちゃうの、そういう意味やなくて、怪物を飼いならす方法があったらええのにって言いたかったんや。確かに怪物たちが言うことを聞いてくれると助かりますね。だけど、相手は危険な構築体怪物よ。長時間支配することはできないわ。だからまずは、乗り方をちゃんと身につけること。はい、隊長。急いで撤退しなきゃ。Thank you.
れて。親友、刺激的なことに挑戦するときは先に僕に言ってくれよ。まだ任務中です。集中してください。急ぎましょう。落ちるところでしたね。わかった。戦場に到着しました。ふっ、索敵に集中してください。怪物はアテンマ城の周りにしか出没しないみたいだ。以前は騎乗可能な個体なんてなかったわね。わかった。怪物たちが進化したんやな。とにかく乗る方法を探しましょう。された任務ちゃんとクリアしなきゃ。001了解。パワー全開。駆けつけるよ。貫通。貫通。完成する。わかった。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。
アルティメットブレイド完全解放。このタイプの怪物は明らかに他の種類より速度が優れているわね。その特徴を合理的に使いましょう。了解、メイ隊長。アルティメットブレイド完全解放。よくできたわね。今から私がテストをしましょう。またテスト？
うちはちゃんと訓練しとったし。隊長、今度こそ優秀をもらうで。楽しみにしてるわ。では、今回のテストの内容を説明するわね。任務地点で厄介な敵を発見したの。観察した結果、その中には騎乗可能なタイプも結構いたわ。今までの訓練を経て、みんなはすでに乗り方のコツを把握しているはずよ。つまり、メイ隊長は、それらの怪物をうまく利用してほしいのですね。ええ。そうすれば、戦闘はより楽になるはずよ。要するに、今回のテストは、実は殲滅任務だってことだね。そうだと思ってもらっても構わないわ。あなたたちがうまくできたら、隊長として優秀の評価を与えましょう。急ぎましょう。バイクがあればいいんですが。ここよ。みんなのいいお知らせを待ってるわ。騎乗可能な怪物をうまく利用して
最も効率的な戦い方を選択できたわね。まさか、あなたたちの戦闘スキルがここまで上達していたとは知らなかったわ。今回の行動に対して、私が与える最終評価は、優秀よ。やったー！頑張りましょう。まだ気づいてないかもしれないけど、セーフレイヤーにいた頃と比べると、あなたはもう素晴らしい戦士になってるわよ、キャロル。キャロルだけじゃない。他のみんなも、たくさん成長したと思ってる。ずっと一緒にいるわけじゃないけど、ブローニャちゃんがいろいろ教えてくれたわ。互いをよく知らない二つの正体から、今は息がぴったりなチームになってる。今のあなたたちは、すでに一人前の天命の戦士よ。そんなにストレートに褒められると、僕も少し照れるな。メイ隊長、褒めてくださってありがとうございます。そんな優秀なチームに私が与える評価は、非常に優秀よ。非常に優秀？うち、夢を見とるのかな？帰ったらママに言わんと。おごっちゃダメよ。今日の評価はチーム全体のものだから、個人の優秀が欲しいなら、もう少し頑張りなさい。問題あらへん。今度こそ、個人の優秀もゲットするで！